かもしれないけど、こういうのをさらえるから、さりながら行ってくる。あります。まだまだだよ、だって。あ、もうダメか。おお、どうしたの急に。あ、なんか中に水溜まってた。超能力で割ったのが高い。まだまだだね。大量だ。なんでそこにあるの。キョウちゃん、これ高い。ちょっと高いっすね。どうしよう。これも高い。どうですか。いや、それくらいなら。え？ギリって感じですけど。砂利入れてる。水はけ悪いのか。入れちゃって、ちょっと入れてもいい。先生見て、ちょっと濡れてる。水はけ悪いのかな。本当だ。でっかい石いっぱいだけど。深くなっちゃうじゃん。やべ、マジ。全部ボコボコ。ダメだよ、そっちで行ったら。全部ボコボコボコから飛んでた。ダメだよ、わだっちのせいに山できた山を削ってんだから。こっちに入れるなら。そうなの？そう、そっちに落とすの。最終的にこれをそっちに落としちゃうから。言ってよ。いや、言ってんだろうよ。やるからこれってしよう。聞いてくれ。言えるなら聞いてくれ。いつもだけど。ボコボコしてたよ。なんで聞かないから。掘るの。まだまだ。これ
ある程度石取ったら土そっち側に落としてみて。パティまた掘るか。あ、寝たわ。どうせ一気にできないもんね。これならもう斜めにできるよね。だいぶこれで固まってくれればいいんじゃないかな。うん、結構暑いね今日は。うん、日が照っててよかった。でもこの前でこういうちょっと落ちてるぐらいのちょっとでかいっていうのは拾っちゃっていいよ。うん、こういうのね、うん、掘り返しちゃダメだから。うん、ボコボコ掘り返してお、樹脂会か。あっちからそこやるんだけどな。もうちょっと下げる、キョちゃん。ちょっとだけ下げます。うん。オッケー。もうちょっと下げる。これちょっと、これ急になるね。ありがとう。そこの中、水入れちゃっていいよ。この中、うん、入るかな。飲んじゃダメ。あれ、喉乾いてんのか。すっごい飲んでんじゃん。いいですか。やばい。いける？あと一杯だけど、とりあえずいいよ。この範囲をもうちょっと厚くするとでも
れにくくするんだったら、もっと当ててた方がいいでしょうね。広範囲でここ固められるかな、やべ、ちょっと乱暴にやりすぎちゃった。なんでいいのかな、適当に巻いてるけど、うんうん、何じゃ。薪を割る台、薪割りの台、ええ、あれ、あそこにあった桜の木の根っこを割ったんだけど、ここに置いちゃってる。はい、あ、すみません。すごいすごい、持ってきてくれたよ。おい、おー、のり、のり、危ない。あー、パキパキパキ。これは重い、これ重い、キョウちゃん無理だ、これ斉藤さん、ダメダメ、すいません、ありがとうございます。すいません、本当だ、重いよこれ。大丈夫よ、話して。はい、そうでしょ、剥いちゃったから。すごい、すごい、ありがとうございます。これで巻き割りはかどりありがとうございます。でもこの間のね、あれでだいぶだいぶ、すごい立派でね、はい、アリサちゃんね、はい、3日はおひな様。あ、おひな様ね、えちょっと早いけど、え、うわー、にゃんにゃんだにゃんにゃんだ、すごいよ、ロールケーキだよ、すごいよ。先生に、あのね、すごい、ありがとうございます。さつまいも、これでね、美味しそうだよ、これ、ほら、味見、はい、味見、モンブランだ、モンブラン、すごい、さつまいものね、で、味見したら、あげれる、あげれない、ギリギリかな。いや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 、美味しいからね。これでまた、あの、切ってあるから。はい、すいません、いただきます。私たち先にいただいて。いやいやいや、とんでもないです。パーティーだね。パーティー、どこ行くの？パーティー。で、これね、いちごとね、クラムのね、ソースを作って、ね、少し入れる。それなので、ヨーグルト用にしてるから、ヨーグルトに混ぜると、あのそこそこいけます。ありがとう。ちょっと凍らした2月の20日だからさ。それとこれはね、今日の御宿のお土産。ありがとうございます。ありがとうございます。いっぱいもらっちゃうと超大きい卵。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ありがたいですね。入れたら色がつく。うわ、すごいよこれ。空気入れたら色つくんじゃない。あ、やばいやばい。危なかった。ん？全部さこでかいよ。うん。またはずれ。おいしい。100個いけると100個。絶対そんないけないっしょ。いけるよ、100個。うまい、これ生産急いで。くるくるはない、くるくるはない。どうですか、なんとですね、
斉藤さんからケーキいただきました。今日お芋の、お芋のモンブラン見てすごいよ、すごいかわいい、まあ、そうだすごい、ちゃんと層になってる。綺麗に切れました。食べないでしょ集めて、あーすごい、こんなあるよ、すごいよ、一口よりも大大一口大死んじゃう。じゃあいただきましょう。いただきます、いただきます。はい、父さんいただきます。すごい一口大きい、え、すごいよこれ、見える、うん、美味しい、甘さ控えめで最高だこれ、うん、そうね、美味しい、ちょうどいい、うん、すごいお芋、へえ、これはいくらでも食べれちゃうどうしたの、あ、感想口つって全然甘さ控えめって言ったけど全然うまいな、おいしいこれ、うん、コーヒーと一緒に飲むな、うん、コーヒー欲しいね、ね、コーヒー入れられる？うん、斉藤さんありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。それではまた。